ホセバサリオナンディア・ウリベラレアは、ビスカヤ県、イウレタ出身の著作家。バスク人。バスク分離主義のグループバスク祖国と自由のメンバーである。小説の他に、詩や小話も書く。1985年に、バスク祖国と自由のメンバーの共犯として逮捕されたが、脱獄し、それ以来身を隠しながら書き続けている。彼は、 ビルバオのデウスト大学でバスク文献学の博士号を取得し、バスク語の教師として働き始めた。彼はスペイン国立通信教育大学で音声学を教え、ゼルコ・アルギア、アナイタスナ、ジャキン・アンド・オー・エスカディ等の雑誌に作品を発表した。また、ベルナルド・アチャーが、マヌエル・チーリャ、ルペル・オルドリカ、ホン・フュアリスティ、 ポセマリー・イトゥラルデラとポット・バンダというグループを始めた。サミュエル・テイラー・コール・リッジのス・水不業等の翻訳も言った。1980年、彼はスペイン警察に逮捕され、禁錮22年の判決を言い渡された。その頃から、刑務所の現実が彼の作品に現れるようになった。1985年7月7日、サンフェルミン祭の日に、刑務所で、 バスク人歌手イマノル・ラルサバルのコンサートが行われた際、彼は、イニャキ・ピカベアと共に、ラウドスピーカーの中に身を隠して、刑務所を脱出した。バスクのラディカル・ロックグループであるコタツは、彼を称えて、ソーリー、ソーリーという曲を作った。その日以来、彼は秘密の場所で暮らし、国外追放や亡命という主題が彼の作品の大きなテーマになった。 レガン・アイジーズ・チュアという小説の中では、国外追放が描かれている。また彼の詩は、ミケル・ラボア、ルペル・オルドリカやフェルミン・ムグルサ等のバスク人歌手によって歌われている。自身の声で録音した、ハウ <How S 2> ダ・エネ・オンダ・スン・グジアというオーディオブックもある。ありがとうございます。